まあ、今ねまたグローブいるんだけど、先日の動画撮ったからいいよね。こういうのが綺麗なとこなんだよ。だってトイレもこんな感じだぜ。アメリカのトイレにしたらすごい綺麗っていうのは珍しいよね。そうそう、それでこの車とかがねバレットっつって、なんていうの、運転して止めてくれる、駐車場みたいな感じで、まあもう何度もね、最近もここの動画は何度も撮ってるんで、昔のっていうかつい最近の動画でも見てちょうだい。今日は弟夫妻と来てるからまたグローブに来てるだけであって、まあいつもお話してるように、いつもお話してるように、私はYouTuber ではないので、 YouTube で飯食ってないんでね。なんで何か理由があって、どうせだからついでに動画を撮るっていう形なんで、まあまたグローブ来たんで一緒に編集してるかね、別に動画を撮ってるかちょっと分かんないけど、待ち合わせしてたんだよなっていうか、今トイレ私は行ったばっかりなんで、噴水のところにいるって、あ、こっちだこっちだ、噴水のところっていうか多分ちっちゃい子供が遊べる場所ってここなんで、こっちが泡にいるんじゃないかな。やはり小さい時から世の中金だよっていうのを見せつけるかのような銅像だな。はい、あ、お水、犬にお水できた？そうだね、そのままだとお水が外れちゃうね。おお、ほら、越えるとすぐ目の前にパンパシフィック公園っていうのがあって、で昔はね、だからもう本当にここら辺に住んでたので、夜全然マラソンというかジョギングしても全然安心なところだったんで、それは昔動画撮ってると思うんだけども、でパンパシフィック公園からジョギングして、なんか腹減ったなっつって、結局このデパートからこう突き抜けて来られるんだよね。まあそういうビバヒルにも近い安全な場所っていうところだね、ここはね。ザ・グローブっつって、そうだな、これ今こうやって見てるとさ、私あとコロナの、まあコロナ前の時もなんていうの、コロナ中すごい人いなかったでしょ。今やっぱり観光客の人とかも戻ってきてるなって感じはやっぱりするよね、すごい。まあ私のね動画を8分で見てもらう方には、ここのキャンディー屋の動画も前に撮ったと思うので、中はねこういうふうにいろんなチョコレート工場じゃない、チョコレート工場じゃないけどもさ、たくさんいろんなキャンディーとかも売ってるわけですよ。グミもたくさん、あ、ハリボー、普通にハリボー持ってるね、ハリボー、そのままハリボーだまあだから小さい子供にはね、こういうの多分すげえ面白いんじゃないのかなね。このパウンド9ドル、違う、ハーフパウンド 9.5 ドルだからね、ほらこういうキャンディー屋さんグッズとかも面白いよね。このチョコレートバーは既存のものだね、スニッカーとかリーセスとかキットカットだもんね。お、ペッツこれはいい、これ個人的にいいんだけど、私は今ここで買ってもな、頼んでください。なんかね値段がね昔より高くなってるような気がするんだな。あ、 OK、 だとというわけでラージレモネード買ったぞ。これ美味しいな、レモネード。多分普通のなんて言うんだろう、業務用レモネードなんだろうけど、でここはね昔何度も動画は撮ってるんでね、ジョギングの時のもう動画撮ったし、でポケモン GO の時も撮ってるし、まあだから日本の観光に来る方はまあほぼここにも来るんじゃないかな。ビバリーヒルズ行った後にとか、ロサンゼルス美術館行った時にとか、なんでまあ初めて見ていただく方は新鮮かもしれないけれども、私の動画を昔から見ている方はまた同じことかよっていう。お家食べるの？今休んでる間にお話すると、これ前動画に撮ったんだけど、ジョギングし、弟とジョギング昔してて、ここのさブラジル料理屋さんでさ、今休日だからすごい列作ってるでしょ、ここバーッと。平日はそんな作ってないのよ。でここ量り売りなのよ。
だからちょっと注意してもらいたいのが、でジョギングしてるから手持ちの金もそんななくて料金オーバー昔して身ぐるみ剥がされた時があったんだよね。我々が悪いんだけど、で手持ちの金全部やってすんませんって話で、今どうか分からない、そういうのが通用する世の中だったから、昔本当に恋じゃなくて骨のものを弟が取りすぎて料金かかりすぎたんだよね。ね、いろいろね、ここはやっぱ美味しそうなお店があって、前もね、これは説明何度もしてるんだけども、ここミラクルマイルって基本的に安全なところなんで、夜とかさ、すごい何、ただお店じまいの時に布をかぶせるだけとか、日本そこら辺日本っぽい場所ではあるんだよね。ほら見て分かる通りシャッターとか閉めるようなあれじゃないじゃない、だから布をかぶせてはい終わりみたいな、で誰もね、もちろんその警備員とかは深夜とか多分歩いてるんだろうけども、基本的には誰も盗まない。なのでここら辺のミラクルマイルは何度も言うように安全なんだよね。ビバリーヒルズもそうなんだけど、その略奪とかがなければもちろん。ただ多分ここら辺今ワンベッドルームとか借りるとしたらは3000ドル以上くらい多分ないとダメなのかもしれないね。で昔の私の動画ね、ジョギングしてる時にほら黄色金ピカのランボルギーニ走ってたのはここよ。まあ誰乗ってるか後から私分かったんだけど、で今ここ封鎖してるけど線路あるでしょ。でここのじゃあこれ廃線かっていうとそうではなくて、昔の私の動画を見ていただくと分かるし、昔から見ていただいてる方はあここ走ってたよねっていう、無料で乗れる 線路っていうのがあるところだよね。そういえばさ、日本人の英語系 YouTuber なんかみんな変な服装してるじゃない。でここねミラクルマイル、いつもお話してるようにミラクルマイル、であとは前つい先日も撮ったけどもさ、西に1キロでもうビバリーヒルズなんだけども、変な服装してる人で、アメリカではなんか普通の格好ですって。こういうのはさ、これ普通の観光地でもあるし、で現地の人が利用する場所でもあるけども、規定列っていうか変な格好した人いないじゃん、ね、だからこういう風にレストランの人たちの服装とかも見てもさ、変な格好じゃないよね、変な格好じゃないよね。その昔のビバリーヒルズの動画とかも見てもそうだけども、こうまあいいや、変な格好じゃないよね。だからね、私の動画ね、別に今日の動画じゃなくてもいいんだけども、普通の動画見ていただくでも分かる通り、皆さん至って普通、日本と同じ至って普通の服装をしてるからね。っていうか私ファミリーじゃないからここ入ったことない。ちょっとはい、動画だけなんだ。ファミリーこうなってるんだ。へえ。一度も私は入ったことなかったね。ファミリー作ったら入れます。わあ、さすがに私はね、結婚も子供もいないから、この中にはね行ったことないから、ね、弟夫妻が子供もいるし。ここエリアは実は初めて、あ、こうなってるんだ、はあ、へえ、こうなってるんだ。さすがにね、気が引けてね、私は今まで入ったことなかったのに、こうなってたんだね、ファミリートイレルームみたいな。さすがみんな金持ってるなって感じだよね。あ、もしかしてこれさ、あれだ、何これあれって、あ、そっちね、これさ、もうあれでミルクとかも温められるように電子レンジとかもあるんだ。はあ、独身の私には分からない世界だったな。何年もここに住んでて知らなかったっていうね。普通のトイレはこっちだからね。こっち綺麗なすごいトイレ、男性はね。動物、なんか周り全部動物だね。お、独身の私には入れないエリアっていうまあ入ってもいいんだろうけど、ほえだからそのアメリカだから普通じゃなくて、その人の周りがみんなただ変なだけなんで、YouTube 見てる人たちはそれが普通なの、感覚的に。なのでこうやってね、見て分かる通り
みんな普通の服装、日本と大して変わらない服装でしょ。だから皆さんの判断は正常、日本人の英語系 YouTuber はみんななんか変ってことになるわけですよ。